皆様こんにちは、ソニックジェネレーションズの実況プレイ動画チャンネル。白の時空の実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょう。こんなところで噛んでられませんよ。このゲームしっかりやっていきたいですからね。ソニックジェネレーションズ、ソニックジェネレーションズ、ソニックジェネレーションズ。よし。ちょっと作業が苦手なのかもしれませんね。はい。まあ何はともあれ、前回の続きやっていきましょう。次は、ステージ2となるんでしょうかね。この、色の失われた世界なんでしょうかね。ここに色を取り戻していく、そんな日々が始まります。さあ前回ですね、テイルスが復活し、ここかな、ここか、これか、この辺に、これテイルス、あ、いたいた、上の方にあるルートほどゴールに早くたどり着ける。なるほど、常に上の方を維持した方が、確かにですね、格闘技もですね、背の高い方が非常に有利ですからね。そういうことはあるのかもしれませんね。ではステージ2、早速行ってみましょう。前回アイテムも装備しましたから、かなりこれはいけるんじゃないかなと思うんですけれども、じゃあまずはこのクラシックモードのアクト1からプレイをしていきましょう。バーン。どんなステージなんでしょうかね。スピンジャンプでくるくる回っているときは敵を攻撃できるチャオと、このスピンジャンプというのはバツボタンですね。このクラシックモードの時は使うボタンは多分2つですね。バツと四角のみ。だから結構こんな感じで、これはですね、もう本当にメガドライブ時代のですね、ソニックを知ってる人だったら、ああソニックってこういうゲームだったなーみたいな。さあ上をちょっと維持していきたいですね。アドバイス通り上ですよ、かなり上の方。いてててててて、これ敵？アップルだ。さあかなりいい調子になってるような気がしますけど、あっと押せない、あんな早く無理っしょ。このあの敵さ、あんな敵どういう理屈？ではじっくりいきましょう。おーい、あー生クリーム、これやっちゃう、なんだこの構造、あー危ない、こうか、こうして、ブブブブー、あーもう無理だろあんなもん、バシッ、おなんだこれ、ピルン、そして水中、あこれなんか大丈夫かな、水中にいたら居続けちゃうと死んじゃうとかなんかありそうなんですけど、ちょ待って待って待って、オッケー大丈夫、悩むこともなくいけましたね。跳ね返り、順路はこっちなのかな、必ずしも右にずっと行けばいいというわけじゃない、難しいところありますね。ぐるぐるぐるバーンってクリアとなりました。現状まだ一機も死んでいないので、もしかしたら S ランク行くかもしれませんね。大事なのはリングなのかタイムなのか、あこれいったんじゃないですか。 A がノーミスなんでエースとなりました。ありがとうございます。やっぱりこのモードに関してはですね、まあかなりステージに翻弄はされますが、クリアに関してはそれほど難しくないと思いますね。問題はですね、やっぱりモダンモードなんじゃないかなって思いますね。モダンモードか、まあ次やっぱりモダンしていかなくちゃいけないでしょうね。これにて色を取り戻してないかな、左側取り戻してないですからね。やっぱり、あレッドスターリングを手に入れました。だんだんとアイテムが増えていきます。左に進んだコレクションルームで確認ができる。アートワーク1、ほうほうほう、とりあえず、あ上の赤い丸かな、まあ行ってみましょうか、近いし、ほら近いっしょ、これかな、イラスト、イラスト来ましたね。グリーンヒルのコンセプトアートです。え
いなあ。れ手書きじゃないですよね、さすがに。とりあえずモダンモードに変えてみましょう。あ、また買い物できるかも。でもなあ、まだちょっとでしょ。600円。あ、メガドラのコントローラー777円かと思ったら7777円だ。これきっちりな。スピードアップしちゃっていいのかな。なんか怖いけどな。まあ一応買っとくか。最終的には全部買うことになるでしょうからね。伸びしよう。ちょうどあるとこ。あ、アクト2はアクト2で装備しなくちゃいけないんだ。なるほどね。あは、セット。これでいいのか悪いのか分かりませんけれども、あ、よかった、これ知っといてよかった。ではスピードアップしちゃった。ここにちょっと困りますけど、あ、なんかいるわ。これ多分次助けるんでしょうね。あれ女の子じゃないかな、この素敵。 OK です。じゃあケミカルプラントアクト2行ってみましょう。ケミカルプラント工場ってことですかね。ケミカルってどんな意味なんだろう。オセロ箱をブーストをかけながら押すと蹴り飛ばすことができる。チャオ。はい、オセロ箱、まあいいや。でも同じステージでもいろんなルートがあるから何回やってもいいのかもしれない。いきなり走ってるんですけど、オッケー。おお、ブーストマックス。さあこのまま、なるほど、なかなか奥深いステージだなと。ちょっとラインずれただけでうわーって。ソニックはですね、見ての通りですね、かなりの爆速野郎でして、すごく誰にも止めれることができないんですけれども、よく落ちて死にます。調子、もうレールがないと危ないな。レールがないと多分速攻で死んでますね。危ねー。若干スピードが落ちてきてるような気がしますが、またいきなり工場の中に。これさっきと同じステージとはちょっと思えないんですけどもね。ブーストゲージちょっと大切に使っていきたい。さあそして LR でこれはうまく、あーダメだ、ブースト使いすぎてる。おーっと、あーダメだ、アイテムだと思って取っちゃうな。ねえ今のは、あ、無理でしょう。これか、これだ。できるちゃお。ねえこれ小栗子さんなんですけど、これ小栗子さあれ、今の赤いリングがもしかしてさっきのなんかアートワークだね。謎。ブーストゲージはたっぷりありますよ。ブースト使いまくり、あー大丈夫か。ダイビングをしているときに四角ボタンを押すとスピードアップするじゃん。これか、水中で連打すると泳げるということですね。で、丸っ、スピードダウンですね。あそこかっこよく行きたいですけど落ちていきましたよ。上をキープできてない。え、はいはい、気をつけて進むチャオ、チャオです。え、これ超遅くない？危ない。ゲー、死んだかと思いました。死ぬ、いやー失敗した。おお、全長を維持していきたいですね。ぐるぐる回ってブーストゲージはまだたっぷりあるよ。あ、間違えた。でもだんだん慣れてきたような気がします。これでもあぶねえ、たまに自分から入っていきそうになる。
まあ日本と本とやばいやばい水がある。ちょ待って待って、なんかこれ水下から湧いてきてない？え、やばい、しかも色おかしいんだけど。ボン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 、うまい。おーなーにさー、今何がいけなかったんだろう。バン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 、ボーンのワイヤーしてからジャンプかな、ジャンプ、ジャンプボタン出ていたから押したのに、ちょっと残り4機とかになっちゃってるんだ。バン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 のグリーンのジャンプボタン、あー危ない、今押さなかったですけど大丈夫でしたね。リングが足りない、水ができない、おーどうすんの。ゴールだ、うひょー。しかし何機も死んだからな、なんとか A、 もう無理 B。 476ポイントゲット、何もまだ買えないでしょうね。そしてノーミスボーナスもないので今回は B ランク。ソニック、ソニック、テイルス、テイルス、この場所来たことあるよね。やっぱり記憶にある場所なんですね。このツンとする薬品の匂い、そしてあのピンク色の水にも嫌な思い出が、はあはあ、過去のステージやったことないですが。そうだな、テイルス、俺たちは確かに一度ここに来たことがある。なるほど、続編的な立ち位置だからそういう話になるんでしょうかね。一体どんな記憶だったんでしょうかね。過去のシリーズもちょっとストーリーは知りたいところなんですが、まあ何はともあれ2ステージ目も一応クリアということになっておりますね。オッケー。これで左半身失調症が治り、ケミカルプラントも色を取り戻したという形ですね。色を取り戻すところ、ああそして女の子、なんちゅうポーズでやられてたんでしょうね。あ、かわいい。ありがとうソニック、やっぱり私のソニックだわ。ねえ、超つながってるけどすげえかわいいな。あ、言われてみればソニックもつながってるな。すごい。あ、エミ、ソニックとまだ一緒にいられるなんて私ってすごいラッキー、いつでも話しかけてきてね。アートワーク2を手に入れました。 OK です、話しかけさせていただきましょう。あ、あれだ、レッドリングはじゃあ上に表示がされてる、要はこのステージには5個ありますよ、5個取れば5個分見れますよってことなんでしょうね。はいはいはい、若返りの秘訣。ねえねえ、そうなんだ、まあ、入ると別にデメリットないんでしょうが、ねえねえ、スピードが遅くなるというところなんでしょうね。うわ、すげえ、なんかいろんなアドバイスくれてますね。ソニック、ねえねえ、あ、ループしました。では最後イラストを見て終わりとさせていただきます。グリーンヒル、違うわ、あれ、ダブルグリーンヒルか、さっきのプラントじゃなかったみたいですけどね。ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。